ハイゼットトラックの公用車車用車は会社組織で利用する車である。通常は自動車を指し自転車やオートバイまで含める会社もあるが一般的ではない。観光庁、地方公共団体が用いる車は公用車である。より一般的にはその種のものをすべて含めて法人車あるいはフリートカーと呼ぶことができる。車種は営業社員用の軽自動車から 高級幹部が乗る専属運転手付け、高級乗用車まで多岐にわたる。所有形態は、会社で車両を購入することが多いが、車両管理経費削減などの目的で、レンタカーや長期リース車両を利用する会社も増えている。外回り社員が多い大会社では、経費削減のため全国一括大量購入が行われることがある。装備としては、軽自動車を例にとれば、 車両本体価格が40万円台など、激安価格で取引されることから、ラジオやエアコンとパワーステアリング以外の設備は省かれることが多い。一部では、パワーウィンドウや集中ドアロック等も装備されないことがあり、特に軽トラックの場合は、サイレンカグレードに限り、エアコンとパワーステアリングが装備されていない。ワンボックス車の例、小型セダンの例多くの自動車メーカーでは、 営業者需要向けに外回り使用者を用意している。主に軽自動車や小型ハッチバック、小型セダン、小型ステーションワゴンなどをベースに装備を簡略化してコスト削減を狙ったものである。日産 AD 版やトヨタプロボックスのように営業職社員が使用することに特化した車種を発売しているメーカーもある。軽自動車の場合、貨物自動車扱いとなり、 自動車税や自動車保険料などが安い軽ボンネット版が導入される場合が多い。普通車でも会社によっては営業用や車内業務用の小型荷物、客先に納品する商品などを搭載する場合も多いことから貨物自動車となるライト版が導入されることも多い。配送が主体となる場合には軽ワンボックスカーや荷台部分にホロが装備された軽トラックなどが導入される場合も ある。貨物自動車となるトラックやライトバン、旅客輸送車両であるバスやタクシーを中心に、車体には企業や商品の名前や連絡先が記載されていることが多く、メーカーロゴや社名の表記を置き換える形で表示されているケースも多い。車体塗装は価格とメンテナンスを考慮して経年劣化しにくく補修も容易な白や銀であることが多い。 メーカー側も商用車や廉価グレードの乗用車については白や銀を基本塗色に多く設定している。他には黒や紺、組織内で共通して用いられる独自カラーリングなどが見られる。一定規模以上の銀行や商社、不動産業、医薬品関係など、営業面でも優位性の演出を意図する企業では、2020年、現在、カローラセダンやプリウス、プレミオ、シルフィ、 マズダ3世ン、インプレッサ G4 など、主に一部を除く C セグメントクラスに属する世ン系車種の廉価グレードなどを営業者として導入することも少なくない。政府や地方公共団体などの行政機関、公営バス事業者などの公営企業が所有する公用車では特定の民間企業や製品の宣伝を防ぐ観点から、 メーカーロゴや社名を表記せずに納車される場合もある。高級乗用車が使われる場合が多い。突色は黒が一般的である。採用される自動車メーカーは所有する会社の親会社や主要取引先が色濃く反映される場合が多い。また車種は先方の重役、社長者と横並びもしくは下にするなど最新の注意が払われる。独立系企業や 外資系企業、新興企業では、黒、紺色以外の塗色や、メルセデスベンツや、BMW などの高級外国車を採用することも、ある。ドアミラーでは確認の際に左右を向かなければ、ならないのに対し、フェンダーミラーでは視線をずらすだけでいいため、かつては、フェンダーミラー仕様にこだわる会社もあった。また、バブル景気の頃は、居室部分の広さは元より、 トランクにゴルフバッグが4個入るなど、接待時の条件を考慮に加える事業者もあった。近年は、環境重視の経営方針をアピールするため、パワーアップにより、ハイガス規制で優秀な評価を得ている3リットルクラスの乗用車やハイブリッド車や電気自動車を導入するところもある。また一部では、セダンの代替に動くオフィスとして、 トヨタアルファード等の高級ミニバンを使う事例も増えており、日産自動車の社長車には日産、エルグランドなどが採用されている。日産でのミニバン社長車利用は2000年当時、同社のトップとなったカルラス・ゴーンが実施した。ミニバンでは、幹部の他随行員まで1台に収容可能、移動中に、車内での着替えも可能、従来の最高級乗用車に比較すると、 車両自体が安価であるなどの利便性から日本の企業幹部や自治体市長等にもこの種の用途に習う例が増えている。広島県では公用車に地元松田車のラインナップや離島を多く抱える地理的事情からクロスオーバー SUV を導入している。2010年に導入された広島県知事専用車は松田 MPV2018 年に車両更新された際には マツダ CX-8 が導入された。ヨーロッパの一部の国やアメリカ合衆国の企業には、19以上の幹部社員に対する福利厚政策も、金、会社経費で乗用車を購入、またはリース調達して個人に対応する、カンパニーカーと呼ばれる制度が見られる。幹部社員や高度な技能を持つ社員に対し、単純に高額の給与を支払っても、累進課税制度や、 社会保障費徴収によって実質の手取り金額増は薄くなりがちである。そこで、社有者を社員個人に現物対応して自由に使用できるようにすることで実質的な給与外の報酬とし、同時に会社にとっては車両代を経費計上して節税策ともしている。カンパニーカーは抗議の社用車ではあるが、対応対象の社員が自家用車として自ら、 運転するのが基本であるため D セグメントまたは E セグメント程度の上級セダン型乗用車が多く用いられる。カンパニーカー制度が定着したドイツやイギリスなどでは該当クラスの乗用車需要の多くがカンパニーカーとしての法人購入という実情が畳み受けられる。日本では中小企業や新興企業の経営者層を除くと このような社用車の使い方は一般的でない。ありがとうございます。